アトトニルコにやってまいりました。サンミゲルデアジェンデからローカルバスで約30分です。ここに来た目的はもうこの教会しかありません。この教会のフレスコ画っていうんですか、天井画とかが本当に素晴らしいと。しかもここめちゃくちゃど田舎なんですけど、かなりマイナーだと思ってたんですが、なんか世界遺産じゃないかと世界遺産って噂もあるんですよね。ちゃんと調べてなくてすみません。それでは、
ルティータ、ゴルティータ、すごいゴルディーダ。あー美味しそうですねこれ、キノコたっぷり。うん、うまっ。もいりこ、おお、めっちゃうまいなこれ。うん、このね生地も美味しいで、ひき肉と何の野菜だろう、キノコ、まあキノコがメインなんですけど、キノコってここら辺で取れんのかな、あんま湿度がないんでね、湿度がないところにキノコって生えるのかな、めちゃくちゃうまいこれ。教会なんですけどね、いやもうね想像を超えてましたね。あの情報自体が多分日本人があんまり来ない街だと思うんですよ。サンミゲルデアジェンデ自体も、まあ、世界的には知られてますけど、あの日本人のブログとかでも、まあ、情報がそんな多い方ではないので、こんな田舎に世界遺産があるのかっていう感じで、あんま期待せずに来たんですけど、1時間に1本しかバスがないのと時間もわからなかったんで、途中でねあのやめようかなとも思ったんですよ。いやでもね絶対に来た方がいい、そういう教会でしたね。うん、教会の壁画っていうんですか、見たことがないスタイルでしたし、色も結構はっきりしてて、なんかインパクトありましたね。イエス・キリストのストーリーが、かなり聖書のストーリーですよね。そのままに、絵として描かれている。まあ、そういう感じだったんで、ストーリーを知ってれば一層感動が来る。まあ、臨場感とか、なんかそういったものが来ますね。感動しましたね、結構ね。まあ、アメリカ人、やっぱりアメリカ人の方、まあ、ここら辺多いんで、観光客もアメリカ人っぽい人たちがね、まあ、英語とかの、あの、訛りを聞いてると、そういう人たちが結構いる感じでしたけども、はい。まあ、向こうの人たちにとっては結構来るポイントなのかなと。まあ、あと、信仰を持ってる、クリスチャンとして信仰を持ってる人たちなんでしょうね。まあ、終わった後にお土産とか、そういう宗教グッズみたいな、ものも買ってましたから、まあなんで、あんまクリスチャンの信仰を持ってない日本人にとっては、まあこの街自体馴染みがないのと、クリスチャンじゃない、基本日本人はあんまクリスチャンじゃないと思うんで、あんまり今後もね、スポットは当たらないかもですけど、正直、すごい。私は感動しましたね。はい。個人的には非常におすすめです。あとね、観光地化されてない街なんで、一層ローカル感を味わえる。いや、ここの、これもめちゃくちゃ美味しいですからね。信じられないほど。うん。このクオリティで120円ですから、1個が。もう駄菓子レベルですからね。メキシコはもう、いればいるほど好きになっちゃう。もうそんな感じですね。ドハマりしつつあります。私。